の話題をお伝えします知っとく長崎。今回は月に1回お送りしているシリーズ景観まちづくりです。シリーズ11回目の今日は岩原川プロムナードについてお送りします。スタジオには景観専門官の高尾忠さんと景観推進室の平山さん、そして土木建設家の馬場さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、平成25年4月に始動した長崎市景観専門官プロジェクト。景観専門官とは長崎市が行う公共事業の景観アドバイスと事業を通しての職員の育成をミッションとされているんですよね。はい、そうですね。職員が検討している内容に対してなぜそうしたのかというのを問いかけながら職員の可能性を引き出し、事業の成果を高めていくのが私の役割です。職員の家庭教師みたいなものですね。家庭教師ということなんですね、はい、で景観専門官の高尾さんは九州大学持続可能な社会のための決断科学センターの准教授で、公共空間など景観がご専門なんです。自治体のまちづくりプロジェクトなどさまざまな事業に携わってこられました。さあ、今回のテーマ岩原川プロムナードなんですが、まあ、現在ね、岩原川このようになっています、まあ、昔を知っている方はね、わ、随分変わったね、見違えたねと思われるかもしれません。もうね、ちょっと遠回りしてでもこの道を通りたいなと思う方も多いと思いますね。もともとは市場があった場所ですが、やはり老朽化による解体というのが今回のプロジェクトのきっかけでしょうか。はい、実はここもともと大黒市場という市場と、あと恵比寿市場ですね、はい、という市場がありました。でその市場があった半世紀の間はですね、ずっと川が暗渠、蓋がかかった状態にずっとなってまして、はい、でまあ、この市場と暗渠の部分が老朽化してたので、平成24年にですね、市場を解体したところです。はい、はい、そうですね。で改修に向けて動き始めるわけですが、まず平山さんが最初に考案したイメージがこちらなんですね。そうですね、はい、私はこう岩原川のこう周りの環境を考えて、例えばこう駅があったりとか、まあ、市役所周辺のオフィス街であったり、まあ、西坂からこう諏訪の森にかけてのこう住宅地であったり、そしてこの道がずっとこう中島川公園までこう続いていくんですね、はい、なのでそういったこう緑があるところのこの岩原川もこうその真ん中に位置してますから、こう緑を入れることによってこう緑でつないでいきたいと、そういうことを考えてこの案を考えました。はい、はい、これ平山さんが考えられた。そうですね、ということでね、はい、すごく素敵な案ですが、こういう案が出ると高尾さんの、ね、出番がちょっとなくなるんじゃないかという感じもしますが。はい、そうですね、非常によく考えられてて、まあ、結果的に最終的に出来上がったのとすごく近い提案だったと思うんですけども、はい、まあ、ただ行政が一方的にこういう整備を行って、まあ、綺麗になったねで終わらないように、はい、まあ、街づくりにつなげる事業にしていきたいというふうに思いまして、だからプロセスを大事にしようということで、はい、まあ、そのためには住んでいる人とか、まあ、ここを通過する利用者の方々のご意見を聞きながら検討を進めるということを大事にしようということで、はい、平山さんには市民ワークショップを開催しようということを提案しました。市民ワークショップ、はい、でこのワークショップ平成25年度に行われたということですが、うん、平山さんいかがでしたか。いや、正直めちゃくちゃ大変でしたね。めちゃくちゃ大変、はい、もう僕大学の時はこう専門が公共空間のデザインとかそういうのを一応やってたんですけど、はい、なかなかこうワークショップっていうのはこうやったことがなくてですね、はい、うまくできなかったこともあって、まあ、高尾先生からこう電話で1時間絞られてですね、はい、実は泣いてたんですけど、1時間叱られたんですか、はい、そうなんですよね。で、まあ、ビシバシ高尾専門官からこう、まあ、いろんなことを教えていただいて、まあ、なんとか5回のワークショップをですね、こう有意義なものにできたのかなと、はい、思いますね、はい、で、まあ、1回目の時は大体こう30人ぐらいの人に集まっていただいてですね、でいろんなこう岩原川の周辺も含めたところのこういいところ悪いところをたくさん出していただいてですね、はい、で、まあ、合計でこう140件近いアイデアをですね、はい、たくさん出ましたね、出していただいたんですよね、はい、でそして2回目ではそこで1回目で出たこういいね悪いねっていうところをこうもう少しこうお将来像にこう結びつけていくようなところも含めてですね、はい、岩原が未来計画っていうのをこう作るということで、まあ、皆さんに作業をやっていただいたんですよ、はい、で、まあ、3回目でその岩原川の未来計画というものをこう皆さんで確認をしていただいて、さらにこう川の周辺にですねどんなこう機能があったらいいのかなっていう、もう少しこう具体的なこう整備の話にですね話をこう持っていったんですね、はい、で、まあ、その中でいろいろ
緑が欲しいとかですね、あとはこうビオトープって分かりますかね、あ、はい、川の中にこうちょっと生物みたいなこう生き物がいるような川が欲しいとか、はい、あとはこう明かりですね、明かりを増やして夜もこう通りやすくしてほしいとか、なんかそういうアイデアがまあいろいろ出たっていうのが思い出だと思います。本当さまざまな、ね、意見が出て本当に活発な意見交換が行われたんですね。ですね、はい、あの地域の方がたくさん参加していらっしゃるようですけれども、うん、こういうところいかがでしょうか、高尾さん。うん、そうですね、あの本当にあの平山さんがすごく頑張ってくれて、はい、あのいろいろたくさん参加していただいたんですけども、うん、あの地域の方々だけじゃなくて、はい、地域外の方もですね多く実は参加していただいてまして、あの熱心にご議論いただきました。はい、あの平山さんはそういうあのワークショップを通じてですけども、あの開催するたびにですね沿線の店舗の方とかもしくはその住民の方々のところにも足を運んで、はい、ワークショップ以外の場でも説明とか意見交換を結構こまめにしてくれてまして、まあ、そういう意味であの地域の方にすごく信頼をしていただいてたみたいですね。そうなんですね、やっぱりもう地域の方と のコミュニケーションがしっかりできていて、うんね、だからこそ生きてきたという部分が、ね、うん、はい、ね、あるんですね。そでさらに残り2回のワークショップについてはいかがでしたか。うん、そうですね、こう3回目になってきて、まあ、このいろんなこう具体的なアイデアがこう出てきたので、それをこう市役所の方で1回こう素案ですね、ベースになる案を作ろうということになったんですけど、まあ、大体普通の時はこう図面で出すんですけど、図面じゃなかなかわからないよねっていうことを、まあ、あの高尾専門官からアドバイスをいただいて、でもなかなか私たち経験がなかったんですけど、まあ、土日に出てきまして、あ、これですか。はい、あの課長も出てきましたけど、はい、皆さん総出で、はい、総出でですね作ったことのない河川の模型を作れて、すごいご苦労なさいました。はい、あのやったんですけども、はい、まあ、その回もあってですね、あの4回目のワークショップの時にはこの、まあ、あの模型を持っていってですね、より具体的にこの周辺がどうなったらいいかということを、はい、もう参加者みんなで議論を、はい、やりましてね、でやっぱりこういうのがあったからこそ、やっぱ通りをこう商売のために使いながらも住民の人は歩きやすくみたいなところですごくこう深い議論が、ね、あのできたなと思ってます。で最後にですねここで出た、まあ、議論をですね、はい、全部こう集約して最終的に一つの案に落とし込んで5回目のワークショップで皆さんにお示しをして、うん、まあ、概ねですね、はい、あの了承を得られたなという感じでした。まあ、でもその後もですね、はい、あの案ができた後もこう地域の方にこう素案を持っていってですね、まあ、細かい調整なんかもずっと続けて、うん、まあ、なんとか整備ができることになったのかなと思います。本当にもう丁寧に綿密にね、うん、コミュニケーション取られてたんですね。うん、まあ、そうやって意見がまとまったんですが、うん、まあ、半年以上かけてこのワークショップを開催するっていうやっぱ必要があったということなんですかね。うん、そうですね、まあ、大変だったと思いますし、あの今模型作ってる写真は私初めて見たんですけど、初めてご覧になったやれって言ったらいいんですね。あの、まあ、ただですね、あの公共事業でこう市民の意見聞きながら整備内容を検討していくっていうプロセスを、まあ、当時長崎市はあんまり取っていなかった印象があってですね、ただ一方でこう例えば駅周辺整備が進んだりとか出島の整備が進んだりとかですね、そういったプロセスの中でこれからの長崎市のまちづくりで、まあ、こうしたプロセスは非常に重要になってくるだろうというふうに思ってましたので、あのチャレンジをしてみようということでやってもらいました。まあ、今から5年前、あの私から景観専門家に就任したての最初の頃のプロジェクトだったので、ある意味市の職員がどれぐらいできるのか、もしくはできないのかという、まあ、力試しのリーディングプロジェクトでもありますね。でこういった、まあ、丁寧なプロセスを経て出来上がった3つの方針、改めて見ていきましょうか。こちらですね、方針1、安全で快適な公共空間を作る。方針2、にぎわいのある通りを作る。方針3、エリア周辺とのつながりを強化する。まあ、これらの念頭にある目標が水と緑のにぎわいのある都心のオアシスということですね。これを目指してできた整備イメージがこちら。まあ、とってもね素敵ですよね。いや、そしていよいよ平成26年度から28年度にかけて工事が始まるわけです。馬場さん、実際に工事をこう進める中でさまざまな部分に工夫を凝らしたと聞いています。はい、ですね、たくさんありましてですね、細かいところなんですけど、このようにあの歩道と車道の色分けを行ってですね、はい、クランク状にすることによってあの運転手さんにこう無意識にあの速度を抑制していただいて歩行者の安全を確保するとか、そういう工夫を行いました。はい、これあの言われなかったらちょっと気づかなかったかもしれません。本当にこうねちょっと緩やかなカーブになっていてね、はい、確かに効果がありそうです。その他にもですねちょっといろいろありましてですね、
例えばこう植物なんかも塩の強いやつに変えてますし、はい、人が触る手すりの部分をですね平らにしてこう持ちやすくかつ景観に配慮したものにしてます。はい、あとはまあ何と言いますかこういう橋の手すりともデザインを合わせてですね、はい、なおかつフットライトも仕込んでますので夜も綺麗で安全、はい、いろんなところに配慮しているところがあります。はい、いや本当に細やかな気配りをなさってるんですね。こうやって聞くと実際にその場に行って確かめたいなっていう気持ちになりますね。はい、そして、まだまだ工夫されているところがあると、あそうですね、はいはい、その他にもですねあの標識をですねあのつけておりましてですね、はい、標識はあの通行、進入禁止と止まれの標識をですね表裏につけてですね、はい、なおかつ街灯にそれをかけることによってスペースの節約とですね、はい、あのスペースの節約をして、まあ、歩行者が歩けるスペースを確保するとか、三位一体の、なるほど、はい、3つ立てるのではなく1つに集約されて三位一体ですね。いや本当細やかな、ね、工夫をなさっているということがよく分かりました。まあ、こういう、ね、細かい部分の積み重ねがやっぱり街を良くしていくことにつながるんだなと思います ね。さあそれでは最後にメッセージをお願いします。まずは馬場さんお願いします。あのいろいろお話しさせていただきたいんですけど他にもですね川底にブロックを置いてですね植物、生物が住みやすい環境を作ったりとか、まあ、人だけじゃなくて自然にも配慮しているところもありますのでいろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいと思ってます。はい、続いて平山さん。いや私も担当からこう残念ながら外れちゃったんですけど、はい、もう最近はこう市民として活動いろいろやってまして、はい、水ベリングっていう活動実は仕事外でやってまして、はい、これ街中のこう川をうまく使ってですね楽しく都市生活を送っていこうというようなこうプロジェクト全国的にやってるんですけども、はい、私はこう長崎の岩原が代表でやってまして、こうやってこう船を浮かべてみたりとかですね、あと清掃したりということで、まあ、これからですねあの、まあ、一個人一市民としてこう川にもっとこうかかっていきたいなと思ってますね。はい、とっても楽しそうな活動、楽しいですよ、ぜひぜひお願いします。はい、そして最後に高尾さんお願いします。はい、あのこのプロジェクトでの経験とかつながりがですねこの後のいろんなプロジェクトに本当に生きてきていると思います。まあ、景観専門館プロジェクトのあり方を試行錯誤した思い出深いプロジェクトですし、まあ、あとはあの整備後に人通りが増えて出店が沿道にあったというそういう波及効果もですね非常に嬉しく思っています。そうですね、この地域の方とのしっかりしたコミュニケーションがあって結果につながったという成功モデルとも言えますよね。シリーズ景観まちづくり、今回は岩原川プロムナードについて景観専門官の高尾さん、景観推進室の平山さん、土木建設課の馬場さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。